はい、今回の筋トレヨタ話はなぜ情報弱者は強い言葉に騙されるのかっていうテーマで話していこうと思います。まずですね、情報弱者はなぜ強い言葉に騙されるのかっていうのは、もう人はそもそも自由の持つ責任に耐えられない強い言葉を持つ権力者だったり指導者を欲しがって服従したがる、そういうものなんですよね。そういう他人の性質っていうのも変えられないし、そういう人たちがいるのはしょうがないんですよね。で、人間は誰しもそういった権威に服従したがる、強い言葉に服従したがる性質があるっていうのを自覚して、強い言葉に対して批判的に見る、疑うってことが大事になります。今回の筋トレヨタ話はかなり有名な本なんですけど、自由からの闘争、エーリヒ・フロムが出した1952年の本があるんですよね。こちらの本を元に話していこうと思います。加えてこの中正先生の人がなぜ自由から闘争するのかっていう本も合わせて読むとすごくわかりやすいと思います。こちらも紹介しておきます。情報弱者というか、人間はなぜ強い指導者を好み、断定的な表現を好んで自由に耐えられないのか、自由から闘争してしまうのかっていうところなんですけれども、そもそも自由っていうのは2種類あって、1つ目が消極的自由、2つ目が積極的自由になります。この消極的自由っていうのは何々からの自由ってよく表現されます。選択や行動を他者から強要されない自由、これを消極的自由。積極的自由は何々への自由ですね。より高い価値の実現のために自律的に行動すること、これを積極的自由と言います。で、エーリー・フロムの主張は、近代にかけて人々に消極的自由もたらされたことで孤独が生まれて、人々は強い支配者やナチスとかですね、ナショナリズムと結びつこうとしたため、積極的自由をやる、つまり自主的に自分を律した行動をすることが大事であるっていうのがフロムの主張なんですよね。エーリー・フロムはこの自由への闘争っていうのを、第二次世界大戦中のナチスドイツの全体主義の政治の話なんですけども、現代の筋トレ界隈、筋トレ界隈に関わらず SNS の情報の受け取り方としても通じるものがあるなと思います。エーリー・フロムが言うにはですね、中世の封建社会では身分が決まってたんです。封建社会っていうのは全体主義で、近代は自由主義じゃないですか。封建社会による固定した役割、身分があって孤立や孤独がなかった。また宗教によって神という絶対的な権力への服従があったんですよね。例えば封建社会なら、昔なら農民の子は農民、商人の子なら商人、貴族の家なら貴族の、王族なら王族っていう風に全て身分が決まってたんですよね。なんですけども、近代では職業選択の自由であったり、そういったいろんな自由が生まれたんですよね。で、その代わりにその自由の代償として責任を取らなければいけないというのが発生しまったんですよね。例えば農民出身でもどの職業に就くことはできます。なんですけど、逆に商人の子、貴族の子供っていうのはアドバンテージがあるにしろ、あまり商売がうまくなかったとか、貴族でも立ち回りが悪かった、運が悪かった場合、農民以下の暮らしをしてしまうこともあるわけですよね。成功した農民と立場が逆転しまう。その自由になってしがらみがなくなった代わりに、孤立感であったり無力感が感じるようになったと。例えば自分は農民であるとか、自分はその商人であるとか、貴族の子供であるっていう自分が属するものから完全に放たれてしまうと、自己のアイデンティティが失われてしまう、自分が自分であるということの軸がなくなってしまうんですよね。それに耐えられなくなって、そういう絶対的な権力にすがることによって自由から逃れようとする。せっかく全体主義から自由主義、封建社会から自由な身分になったのに、またさらに今度はその寄り所がなくなって、そういう強い指導者であったり権威にすがることによって自由から逃走するっていうのが、このエーリー・フロムの自由からの逃走っていう本の概要になります。その権威がエーリー・フロムが言うには、その強い指導者アドルフ・ヒトラーであったり、宗教だったりするわけですよね。社会に出て働いてる人のことを、ね、社会の歯車とか結構揶揄される、ネガティブな意味で取れられたりするんですけれども、実際に歯車っていうのは孤独でもないし孤立もしないなら、実は居心地ってそんなに悪くないはずなんですよね。歯車として社会の一部で働くのは、周りとの協調によって成り立つじゃないですか。で、自由な個人主義の社会になると、周りとの競争になるんですね。周りと歯車を合わせるんじゃなくて、今度は周りよりも優秀であり結果を出すということになって競争になるんですよね。そういった結果、孤立して孤独になってしまうっていう面があるんですよね。で、その封建社会から自由主義社会になった結果、そういった自由から逃げる、で、強い指導者は子供になってしまったと。例えばアドルフ・ヒトラーは、第二次世界大戦中、ナチ党は選挙で勝利したんですよね。なぜかこうドイツ国民であったりヨーロッパの人々は、ナチスドイツが全部悪かったんだ、あいつらさえいなければそんな悪いことは起きなかったんだって言うんですけれども、ナチ党は民主的に選挙である程度議席を獲得してるわけですよね。ナチスっていうのは独裁ではあったんですけれど、それは軍事力によってのみ強烈に抑えていたわけじゃなくて、民衆がある程度支持してたんですよね。だから、ああいった全体主義であっても、国民っていうのは実はそういう強い指導者の好む性質があるんですよね。で、強い指導者とか独裁者、ヒトラーっていうとすごいこうネガティブな聞こえですけれども、リーダーシップとか言えば、悪いイメージはないと思います。そういう人を群衆ってのは好むんですよね。プラスして、都合の悪い真実よりも都合の良い嘘を信じるっていうのがあるんですよね。例えばトレーニングで言うと、トレーニングをあまり好きじゃない人はセット数は多いよりも少ない方がいいとか、逆にトレーニングが好きで好きでたまらない人はトップボディビルダーのように追い込みたいとか、セット数が多ければ多いほどいい、きつければきついほどいいんだみたいなことを信じたがるんですよね。で、そういう情報を進んで調べて、そういうのを自分で信じたがる、これを確証バイアスって言うんですよね。自分がすでに持っている先入観や仮説を肯定するために、自分にとって都合の良い情報ばかりを集めることを確証バイアスって言うんですけども、こういう性質ってやっぱ人間持ってると思うんですよね。やっぱりこれは老害と言われる人に多いんですよね。年齢を重ねることによって、確
張バイアスでどんどん強くなっていって、で自分が積み上げてきたものが否定されると、自分が行ってきた今までの積み重ねたものが否定される気持ちになって、すごい新しいものが嫌になるっていうサイクルが生まれてしまうんですよね。なので本当に誠実な人とか、ちゃんと情報を精査できる人っていうのは、研究者だったり学者っていうのはあまり断定的に言わないんですよね。いろんな可能性に言及したまま情報発信したりするんですよね。なんですけど、そういう情報発信って結局自分で情報を精査していろんな可能性を考えなければいけない、で自由な状態なんですよね。自由には責任であったり、自分の選択しなきゃいけないじゃないですか。いろんな可能性を提示されて自分がそれを選択するっていうのは自由な状態であって、それはやっぱり拠り所がない状態なんですよね。それはかなり人間にとって苦痛で、責任がある状態で逃げたくなる状況なんですよね。なので強い指導者やったり、こう断定的に物を言う人を信じたくなるんですよね。基本的に人間は物事の曖昧さ、情報のいろんな可能性がある状態から、自己の選択による責任って基本的に耐えられない状態の人が多いです。まあ、今って情報かなり多いじゃないですか。 YouTube とか見ても SNS みたいな、いろんな情報があるじゃないですか。でこの情報社会から逃げられるのが占いであったり、コンサルティングであったり、情弱ビジネスインフルエンサーって言われる、断言してこれが絶対正しいんだっていう風なものを盲信すること、これによって自由の責任から逃走することができるんですよね。まあ、なのでほとんどの情弱ビジネスっていうのは、断言することと都合のいい嘘、この2つによって成立しています。トレーニングにおいて成果を、まあ筋肥大であったり筋力向上にするなら、個別性の原則っていうのがあって、骨格であったりストレスのかかり方、回復力、年齢、性別、トレーニングボリューム、重量設定、トレーニング種目、トレーニング頻度、トレーニングの経験値、トレーニングフォーム、食事内容、食事の回数、こういうね、いろんな変数があるのでなかなか断定できないんですよね。なんで知性がある人、頭のいい人っていうのは、複雑な現状を複雑なまま理解できるんですよね。曖昧なまま理解できるんですけれども、知性がない人っていうのは複雑なまま理解することができない。曖昧な状態をそのまま自分の判断でいろんなことを考察するってことがストレスに感じてしまうので、自由な状態を普通に感じてしまうんですよね。なので明らかに怪しそうな断言するような人、強い指導者に騙されてしまうんですよね。の言うことを信じてそこに安住して騙されてしまうっていうのがあるんですよね。多くの人は世の中の複雑さや曖昧さ、もしくは都合のある真実に耐えられないんですよね。なので情弱ビジネスに陥ってしまう人っていうのは、世界を単純化して理解した気持ちになりたいとか、まあ、自分で考えたくない自由からの逃走っていう欲望を満たしているっていうのが実際だと思います。で物事ってやっぱり単純じゃないんですよね。何にしても単純じゃないと思います。その世の中の複雑さを表すものとして、まあ、気象学者エドワード・ローレンツのバタフライエフェクトっていう言葉があって、まあ、非常に繊細なことが様々な要因を引き起こして世界の大きな現象へと変化するっていう考え方で、これは蝶々が羽ばたくと世界の裏側にトルネードが起きるのような些細なことの連続で世界は大きく変わるっていう考え方なんですけれども、このぐらい物事っていうのは複雑に絡み合ってるので単純ではないんですよね。例えば日本経済が低迷している理由っていうのも、この世には悪の組織があって、悪の親玉がいて、この親玉を倒せば全部解決するんだみたいな世界観を好むんですね。物事が単純だから、ドラゴンクエストだったり、こう昔のロールプレイングゲームみたいな価値観を好むんですよね。やっぱ子供が好むのもじゃないですか、ああいうのって。ドラゴンクエストのデスタムーアっていう悪のラスボスがいて、そのラスボスを倒せば全て解決するっていう、まあ、子供が理解できるような世界観、これをやっぱり情報弱者の人っていうのは好むんですよね。で実際にも悪の帝王みたいな人はいるかもしれないですけど、その一人だけじゃなくて、組織的なものがあるにしても、その組織を倒せば別の組織がまたそういう立場になるんですよね。でそういう立場にあるのは、その世の中の制度であったり、人々の考え方であったり、いろんな社会構造が複雑にあって、こう単純なものじゃないんですよね。例えばそのラスボスが仮にいたとして、そのラスボスを倒してもまた別のラスボスがそこに行くんですよね。っていう風に、まあ世の中っていうのは複雑なんですよね。単純化はできないはずなんですよ。ただやっぱりそう、強い指導者であったり、強い言葉、強いこう考えに服従している、盲信してしまう状態っていうのは楽で心地いいんですよね。強い指導者であったり、強い言葉、強い考え方に服従している間っていうのは、自分で考えなくてもいい、で責任もないじゃないですか。なので楽なんですよね。さらにこう強いチーム、しかも自分だけが知っている世の中の心理みたいな、こう謎の優越感とチームに所属しているみたいなところも心地よさもあって、結構ねこれは落ちりがちなんですよね。まあ、なのでこうカルト宗教って言われてる人たちも、周りから見ればすごい搾取されてたり、ひどい扱いを受けてるので、そういった人々、中の人々、信じてる人々を外部の人が目を覚まそうとすると攻撃的になるんですよ。攻撃されちゃうんですよ、その中の人から。こう自分が信じて居心地のいい世界から連れ戻されるっていうのは非常にストレス、攻撃的になる場合が多いんですよね。やっぱりそういうのは、やっぱ都合のいい嘘っていうのが人間にとって心地いいからなんですよね。都合のいい嘘って何かっていうと、人気者になるため、人に好かれるためには3つのことが大事になります。まず人の言うことを否定しない、で人の言うことに共感する、3つ目が相手の求めてる答えを言う。例えばダイエットでそれをやってしまうと、ダイエットでどうすればいいかって話になった時に、相手のことを否定せずに共感して相手の求めてる答えを言うってなると、人間って基本的に食べる量を増やしたくないし、きついこともしたくないですよね。なので食べる量を減らしたくない、そうだね、食事
制限しなくていいよってなるし、動きたくないってなったら確かにそうだよね。1日5分だけでいいよ、ストレッチするだけでいいよってなって、楽して痩せたいってなったら、相手の求めてる楽して痩せる、簡単なね、これ食べるだけでいいよ、これするだけでいいよってなっちゃうんですよね。対人で友達に対してやるなら、まあこれでもいいと思うんですけども、もしくはそのエンタメ系で人気者になりたい YouTuber とかは、こういう否定しないで相手に共感するで、相手の欲しい答えを言うっていうのは全然いいと思うんですけども、やっぱ情報発信している場合っていうのは、やっぱこれだと嘘ついてることになるし、本人のためにならないじゃないですか。なのでやるべきではないんですよね。で、この分かりやすい真実、そういったその複雑さであったり都合の悪い真実をちゃんと言ってくれる人が、情報発信をする側としては誠実で真面目な人なんですよね。誠実な人ははっきりとは分からないけれども、この方法が一般的には最も効果が高いけれども、個体差があるからいろいろ試して、まあ失敗してもいろんな方法試すしかないよ、頑張るしかないよ、きついけど頑張ろうねっていうのに対して、強い指導者、詐欺師っぽい人は、この方法を使えば絶対に気に入れさせるとか痩せることができるとか、まあ言うんですよね。例えばトレーニングセット数は多い方がいいか少ない方がいいかみたいな話もそうですよね。そんなの人によるし場合によるしっていうのが一番答えとしては誠実なわけですよね。情報弱者と情報強者って言っていいのかな、ちゃんと分かる人の違いっていうのは、自分が情報強者と思ってるのが情報弱者なんですね。で、逆に自分は情報弱者かもしれない、騙されるかもしれないって思ってる人の方が情報をしっかりと見ることができるんですよね。情報弱者っていうのは自分が持ってる情報が正しいと思い込んじゃうんですよね。逆に情報をしっかり精査できる人っていうのは、自分が見た情報は真実かどうかわからないっていう批判的な目で見るんですよね。例えば僕なんかも何かを調べるときに一次情報っていうのを結構重視するんですよね。その情報は確かに書いてあるけれども、これは本当かっていう風に思うようにしてるんですよね。なぜならすぐ人は騙されてしまうから、確証バイアスもあるし、自分がこう考えたいからこの情報を見てるんじゃないか、ちゃんとこれは本当に真実なのか、自分が求めてる情報として本当に正しいのかっていうのを見るんですよね。それは自分が勘違いしてるかもしれない、確証バイアスも自分で意識して、自分は勘違いをしてるかもしれない、自分は騙されてるからかもしれない、これ本当に合ってるのかっていう風に自分を常に疑うからですね。イメージで決めてないかなって疑うことによって一時情報を探すんですよね。っていう風にやっぱり自分の思ってることは本当かなとか、自分が見ている情報は本当かなって思うことが、まあ大事なんですよね。まずはまあ多分このチャンネルを見てる人、ほとんどの人は情報弱者いないと思うんですけれども、たまにねコメントでいるんですよね。もう明らかにこの人は情報弱者なんだろうなっていう、なんかトンチンカンなことを言ってくる人がいるんで、そういう人はでも言ってもわからないですよね。まあなので多分この情報弱者はこの動画は見ないと思うし、まあ難しいんですよね、その辺は。もうじゃあ例えば僕がなんか間違ってる情報に対して、いやそれ間違ってますよ、その人の言うことはおかしいですよって僕が言ったとしても、やっぱその人はそのコミュニティっていうか、その指導者の元にいるのが居心地いいし、その人のことを盲信してるから僕にすごい攻撃的になってくるんですよね。なのでもうそういう人はほっとくしかないんですよね。僕も昔はそういう人に対して、いやこの人はこう騙されてる、騙されてても、なんかちょっと上から見せるんですけど、この人はちょっとあまりにも明らかにこうなんかストレッチ5分やるだけでマイナス10キロみたいなね、そんな人もいるか分かんないけど、まあそういう明らかにデタラメな情報、うん、この怪しげなサプリを飲むだけでマイナス10キロ痩せますみたいな、それ毒だろうっていう、まあそういう明らかな詐欺師の人を盲信してる人がいるとして、昔も僕はそういう人をなんかこう目を覚ましてあげた、させたいとか思ってたんですけど、でもそういう人ってそういうなんかそれはよく本当じゃないですよみたいなね、こっちが目を覚まそうというか、そういうのはあんまり正しくないかもしれませんよっていうと、すごい攻撃的なんですよね。攻撃的にこう反発してくるんですよ。多分これカルト宗教とかも一緒で、だからもうそういう人はいるのがしょうがないんですよね。なので他人は変えられないんです。特にこう群衆というかグループになってると、もうほぼほぼ変えることができないんですよね。まあ自分の近しい友人であったり家族であったら、まあその攻撃されても無理やりでも本人のためを思ってカルト宗教から抜け出させるみたいなのあると思うんですけど、そんな近しい友人でもなければ、そんな別にねサプリ飲むだけだったら、そんなちょっとお金騙されて終わるわけじゃないですか。なのでもうほっとくしかないんですよね。で大事なのは自分がそういう風にならないことなんですよね。エリフロムが言うように、人間は誰しもそういった権威に服従したがるっていう性質があるんですよね。で都合のいい嘘を集める性質、確証バイアスっていうのもあるので、そういうのを自覚して強い言葉を発してる人に対して批判的な目で見るとか、常に自分が見てる情報を疑うってことが大事になってきます。まあ、特に今の SNS っていうのは情報弱者の狩り場になってるんですよね。まあ、YouTube とか見てみても、まあ、ストレッチだけで足がマイナス5センチするみたいな、ちょっとマッサージするだけで顔の骨格が変わるみたいな、確実な嘘であっても結構再生数が多かったりするのが現状なんですよね。明らかな嘘の動画でもなんかこうコメント欄ですごい絶賛されてたりするんですよね。まあ、YouTube もそういう明らかなやつはバンするべきだと思うんですけども、 YouTube 側もやっぱりこう YouTuber 側も再生されて広告収入が入ればそれでいいので、まあ野放しなんでしょうけれども、ただそれはもうそういう人がいっぱいいるからそうなってるんですよね。そういう人が少なければ都合のいい嘘を言う YouTuber っていうのもいなくなるんですけども、やっぱり人間ってそうやって都合の悪いきつい辛い現実よりも都合のいい真実を求めるんですよね。うん、運動したくないからもうストレッチだけでマイナス5センチであればいいから、そういう情報を自分で探して、で
そういう動画を見て、まあ、確証バイアスですよね。そういう情報を信じる。足を細くするためにはしっかりと運動して食事制限をして月に 1,2 キロペースで数ヶ月かけて落としましょうっていう情報はやっぱりみんな見たくないんですよね。それよりもやっぱり数十秒ストレッチするだけでマイナス5センチっていう方がやっぱ信じたくなるし、確証バイアスによってそういう明らかに嘘なところも真実っていうことにしちゃうんですよね。動画制作者もやっぱりニーズに合わせて作りに行ってるんですよね。僕の動画見てる人は多分筋トレに関しては情報弱者じゃないと思うんですけども、やっぱ自分のよく知らないジャンルになると情報弱者になりがちなんですよね。なんですけども、そういった時に大事なのが、何回も言いますけど、都合のいい嘘で溢れていて、そういうのを自分は信じたがる、強い言葉に信じたがるっていうのを常に心に留めておくと騙されにくくなるんですよね。トレーニングある程度分かる人なら、ストレッチでマイナス5センチとか1日マイナス1週間でマイナス何キロみたいな情報は嘘だと分かるんですけれども、例えば株式投資は絶対に儲かるみたいな、あと不動産投資ここが儲かるとか、美容系とかでも自分が全然知らないジャンルっていうのは騙される可能性が全然あるんですよね。今の YouTube ってそういう質の悪い情報というか、都合のいい嘘の動画って再生数が多くて、絶賛するようなコメントもいっぱいあったりするので、やっぱ騙されやすいんですよね。騙されやすい状態にも なってると思います。なんですけど、やっぱり人間は誰しもそういった権威に服従したがる、断定的な表現を好む、都合のいい嘘を信じるっていうことを自覚して、強い言葉に対して批判的に見るってことが大事になってきます。それが今回のまとめですね。エリヒ・フロム、自由からの逃走ですね。人間ってそもそも自由の持つ責任に耐えられないんですよね。なので、やっぱそういう性質を理解して自覚して情報を見るときは、強い指導者の言葉を信じるじゃなくて、やっぱり常に疑ってみるってことが大事になります。はい、まあ、そんな感じで今回は自由からの逃走、情報弱者はなぜ強い言葉に騙されるのかっていうヨタ話でした。今回の話役に立ったなら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、以上です。トレーニングをこれから始める人、始めたばかりの人から中級者、上級者まで様々なプログラムを販売しています。中級者以降のプログラムはスプレッドシートを利用していて、どのプログラムにもカロリー計算シートが付属しています。身長、体重、減量、増量を選択すると、摂取カロリーの目安と PFC が自動で算出されます。トレーニングプログラムのメインリフトの重量は現在の HRM 重量を入力すると自動的に算出されます。またトレーニング環境に応じて種目の選択が可能です。ダンベルとバーベル、懸垂が行える環境であればホームジムでも行える内容です。各プログラムの説明部分は無料で読めるので、概要欄のリンクからぜひご覧ください。Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the